アイリンチック鎌ヶ崎芸術大学は大阪市西成区の鎌ヶ崎で2012年から開催されている誰もが参加でき学び合うことができる市民大学 NPO 法人ココルームが運営する鎌ヶ崎にある様々な会場で催され年間に約40から60位の講座ワークショップなどが多彩な講師を招き開かれる無料 または寒波のみで住んでいる地域も問わず誰もが参加できる。かつて鎌ヶ崎は日雇い労働者の街として高度成長期の日本を底辺で支えてきた歴史があるが同時に暴動なども過去に起こっておりネガティブな印象も拭えない。地域外からの参加者や講師が大学で交流することが鎌ヶ崎が支えてきた現代社会や暮らしそのものを問い直す機会となるよう、また 少子高齢化や格差社会の中で、鎌ヶ崎に古くから培われた助け合いや支援制度などに見られる仕組みや知恵を学ぶことが他の地域でも有効であるとの考えや、鎌ヶ崎ではすることがない、話し相手がいない、朝から酒を飲むしかないというような行き場をなくした無目的な多くの人たちに目的や生きがいを持ってもらおうと NPO 法人ココルームにより企画された。 学びたい人が集まれば、そこが大学になるがキャッチフレーズ。鎌ヶ崎大学、その前には、鎌ヶ崎の思想を囲む集いという小さな集まりがあったのが始まりである。鎌ヶ崎大学は、数回開催されたけれど、下火になりかけたが、もう一度この名称に着目し、鎌ヶ崎で芸術を中心として様々なことを学び合う機会として、鎌ヶ崎芸術大学は、 2012年再スタートした。創設者である詩人の上田奥奈代は、その功績により2015年度芸術編賞新人賞を受賞した。人生に生きがいを鎌ヶ崎芸術大学の日々、NHK 大阪放送局目撃。日本列島、鎌ヶ崎芸術大学心の扉を開けてから、NHK ハット ABCD モーションギャラリー横取り出場。 鎌ヶ崎芸術大学開校と、おっちゃんたちの旅費を、http://tvto-pic.goo.n <ス> .jp スラッシュ関西スラッシュプログラムスラッシュ201スラッシュ25397スラッシュ 1.html ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w n h k o r ト j p スラッシュ docu スラッシュプログラムスラッシュ1614スラッシュ1077180スラッシュありがとうございます